ソフトなバレリアージュをカット込み90分でやっていきます。カウンセリングしてブリーチでバレリアージュをしてシャンプーが終わった状態です。シャンプー後にモモンガトリートメント水を全体につけて毛髪に栄養を入れていきます。アルコールを使って、浸透を高めて、お湯を使いチェンジリンスをしていきます。タオルを使いながらやると効率がいいのでやってみてください。終わりましたら1回流します。次はオニヤンマジェルソルトで、酸化をさせて、毛髪内部の残留アルカリを除去して毛髪強化をしていきます。こちらも同様にタオルを使いながらチェンジリンスをしていきます。こちらをしっかり流していきます。水分を取り調合したカラー剤を塗布していきます。シャンプー台で塗布することによって時短でできます。全体にシャンプー台の方でなじませていきます。お席に戻ってブリーチ部分のつなぎ目のオレンジ部分、こちらを暗めのカラーで潰していきます。パレットを使いながらやるとよりスムーズにできます。あまり中間まで伸ばさないのがポイントです。暗くなってしまうので、このようにハケで逆塗りしていきながら根元を潰していきます。パレットを使うと中間の方まで薬が伸びないように塗れるのでおすすめです。でオリジナル調合のこちらはカラーシャンプーなんですけれども、通常のカラーシャンプー一般で売られているものだとちょっと作用的にちょっと足りないのでオリジナル調合にしております。シャンプーが終わりましたらムササビクリアコートをつけていきます。ムササビクリアコートは流さないトリートメントですので、こちらで、質感向上ですね。シリコンを使っております。はい、時間がですね、2時間枠だったのですが、カウンセリングで30分使ったので残り90分、この中でバレイヤージュ、オンカラー、カットっていうのを進めております。通常このスピードではあまりやらないですけれども、時間がなかったのでこの時間内でやりました。カーブシザーを使いながらコンベックスにカットしていきます。時短で切るためにサイドチェンジという方法でカットしております。はい、まとめてカットすることによって時短でカットができます。カーブシザーはねかなり使えるので、僕は結構メインで使ってますね。はい、こちらはサイドチェンジのスイングカットといって、よりコンベックスをトップの方に作っていくのにこのようなカット技法を使っております。はい、こちらがアフターの状態です。お仕事柄あまり派手なバレリアージュができないのでナチュラルな感じに仕上げてみました。モモンガシリーズをお使いの方向けに無料で裏オンラインサロンのコンテンツ配信をしておりますので、興味ある方は DM ください。